皆さんおはようございます。マーティーン。ではのミラボーイ、キングテクです。オミクロン株懸念の中、北京オリンピックはやるべきか、やらないべきか、みんなでもう一度、徹底討論皆さん、チャンネル登録とともにコメントで討論をお願いします。賛成か反対かの意見、その理由も含めてお願いします。私は正直言います。中止が妥当です。なぜ中止か。オミクロン株市中感染が広がっているのではないか。広がってはおります、完全に。20の国で。 ありえない話でございます。はい。もしやってしまったらもう、感染者が増えて増えて、もう東京オリンピック以上の感染、脅威ですよデータ株2倍ですが、オミクロン株3倍ですよそれでもやるんですかありえない話でございます。考えられません。もう、怒り浸透でございます、私。はい。何度も言います。中止です。私は中止が妥当です。これは抗議するべき。はい。 これね、はい。オリンピックは、やはりやるものだが、やはり感染状況をまず考えなければならない。何も考えてない中国は、はい。いくら武漢だろうが、確かにロックダウンする必要性がある場所もありますね、はい。その隣、韓国でも危機的な状況ですよ、完全に、はい。もし日本でも危機的な情報になったら、誰が保証しますかそれはありえない話でございます。 だからオリンピックは何度も言いますが中止が妥当です。北京オリンピックいくらやっても中止が一番。あの東京オリンピックを見なさい。感染者が出てるんですよ。こんなに増えてまでやるんですか。だからありえないって言ってますよ。何回も。はい。何回も言いますが中止で妥当です。皆さんはどうですか以上です。バイバイ。